サムさ,さん、簡大に言ってみたいと思います。今日の調査の全体像はこちら。あの第一問目の会話と政治問題。これを全部いきますので、一緒に頑張りましょう。サムさ,さん、まずは説明の指示の一読からお願いいたします。サムさ,さん、A の文章の後に B が続くのか C が続くのか。まずは全体像を把握していただくために、一読だけお願いいたします。サムさ,さん、残りの DEF でございます。 この全体図を把握していただくために一読だけお願いします。ささん、A の後にどれが続くのかはちょっとさておきですね。この3つの中でつながりがわかるんじゃないでしょうか。そうです。ヒントは F の On the other hand 一方でで、読んでみると男性は一般的に点点点。で、On the other hand の右側が男性の話になっているということは On the other hand の左側は女性の話。 となってくると皆さ選択肢の D、女性は大抵点点点。これと繋がりそうですね。ですから D の後に F、女性の話がある一方で男性はこんな感じで繋がっていくかと思います。だと皆さん段落 A、文章 A との繋がりを見ていただくためにもう一めさん画面を変えますね。すみません、話の流れが分かっていただいた段階でございますのでもう一回 A の後ですね。B が来るのか C が来るのか。 まあ、もしくは来ないのかということも含めて再検討をお願いします。さみさん、文章 C の The Problem。皆さん、ここに The がついているということは、文章 C の手前に問題、マイナスの話が書かれているはずでございます。で、皆さん、文章 B には一応 Problems 書いてはいるんですが、皆さん、こちら複数形でこちら単数形数が合わないので、おそらく BC とは繋がらないはずでございます。 一方文章 A だったらうまいこといけそうですね。皆さん特にサドまあちょっと残念な話がなされております。皆さんんでわかるかと思いますが幸せな始まりがあるんですがその後誤解が生じ始めるんですね。そうですマイナス話ばっちり。ですからそれを文章 C の THEPROBLEM で受けてるんでしょうね。ですからまずは A から C そこにつながりがあるんじゃないかなというところで皆さん話を進めてみますね。 A と C をつなげてみましたが皆さん弾き出された B これを一ったさん C の後に置いてみましたですのでそれでうまいことつながるかどうか皆さん再検討をお願いしますさるさん文章 B の出だし DIS と書いておりますので皆さんそれがヒントになりそうですねでこれが皆さん誤解につながるしかもこの代名詞全部もヒントになってますよねで皆さん一つ手前の C につながりがあるのかどうか まずはゼムが繋がってきそうですね。皆さん男性女性。で、それがゼイで受けてゼムに繋がる。で、なおかつ理解が否定されておりますので、皆さん誤解ですよね。ですからミスアンダースタンドにつながってバッチリ。ですから C の後に B が良さげですね。皆さん B の後なんですが、先ほど検討した D と F。この皆さん一番しょっぱなに DF の順番で良さげ。そんな感じになりましたので、皆さん B の後。 そこにつなげていいのかどうか再検討をお願いします。皆さん B のところを読んでみると男性と女性は違う。で違うと言っといて DF 女性男性、まあ。もちろん一方でというところで繋がっておりますので違いで繋がりが見て取れますよね。ですから B の後は D で D の後は F こんな感じで繋がっていくはずですよね。ただ皆さん文章 E が残っておりますので 最終確認のために次の画面をご覧いただきますねさむさん文章 E 最後残っておりますがこれが皆さん一番最後でいいのかどうか DFE のつながりの検討をお願いします皆さん文章 D と F でございますが違い男女の価値観の違い、まあ、そこから生まれるマイナスの問題の話が書かれておりますですが皆さん文章 E のこの最後の方 男性と女性がお互いに理解できれば、お互いがハッピーになりますよ。ということで、うまいことをくくってくれてますよね。ですから、このオレンジ色のところがマイナス。で、そこから皆さん、青色のプラス。マイナスからプラスへの変化。そのあたりの皆さん、関係性もバッチリですね。ですから、DFE。この順番でよろしいかと思います。ですまず出だしの説明の指示の一読だけお願いいたします。 ではまず空調市場のところから行ってみたいと思います。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆ん、直接的な答えのヒントになったのは、ここだと思いますよ。授業に対して何を期待していいのかわからない。で、それで皆さん、選択肢の A を眺めていただきますと、まずは what? 何をしたいのかという具体的な話が書いてませんよね。で、選択肢の B をすっ飛ばして、選択肢の C。風に対する表現が書いておりません。 で選択肢の D は皆さん Do で始まっておりますので Yes か No かで答えるべきですね。で、一方選択肢の B であれば皆さんどないしたんということですね。一体何が問題なのか。で、それに対する答えが皆さん何を期待していいのかがわからない。で、皆さん次の文章中にもすべて英語。それで行われる授業なんてま,まだ聞いたことないんですよ。経験ないんですよ。というところにもうまいことつながっていきますので、正解は B ということでよろしいかと思います。 サムららさん、おそらくヒントは空所の左側。最初は難しいですよね。で、それで選択肢の A を選んでしまうと、あなたはそれをできない。まあ、友達として失格ですよね。で、選択肢の B は、出だしがアイロンロー。まあ、私はわかりませんと。まあ、君には聞いてないと。で、選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D。講演者。つまり、講義をする人はあんまり良くないですよ。 まあ今からがっかりさせてどないすんねんって感じですねということは選択肢の C。あなたは新人さん、まあ、つまり交換留学生としてやってきたわけですから新人さんですよねですから空襲の左側まあ最初は難しいのは無理ないですよね全部英語の授業なんて初めてなんですからで空襲の右側にいやいやでもできることはちょっとありますよということでうまいことつながりますので正解は C ということでよろしいかと思いますさあ続いて空襲3番でございます 選択肢こちらから検討お願いします。皆さんこれ、空書の左側では、ボイスレコーダーで講演を記録する。つまり、授業を記録するのはどうかな。で、空書3番があって、その次の文章。ということは、自己紹介しに行かなくちゃいけないのかな。というところにつながる選択肢見つかってますよね。で、選択肢の A。毎回毎回、すべての講義に行く必要性はないですよ。っていう発言は、人としてあるまじき発言ですね。 で選択肢の B でございますが皆さん他の生徒さん関係ないですよねあくまでも自己紹介をしに行こうと言ってるわけですから B は×で選択肢の C は講演をする人つまり先生は気に入らないそうすると皆さん自己紹介する必要性がなくなりますよねとなってくると選択肢の D 許可をもらいに行く必要性があるでその許可をもらいに行くというところから皆さん自己紹介につながりますよねですから正解は D ということでよろしいかと思います さあにさん、ついてい空所4番でございます。選択肢こちらから検討お願いします。さみさん、これ空所の上でございますが、ノートを耐えることができるのか。で、それに対して皆さん、もちろんですよ。ただし重要なことがございます。自分でもちゃんとノートを取るようにならなくちゃいけないよね。で、それにつながる選択肢皆さん、見つかってますよね。で、選択肢の A をすっとばして、まずは B。なぜ私がそれをするのか理解できません。 であればね、ショアとか言ってる場合じゃないですね。で、選択肢の C は、さもなければそれを達成することができない。これだと、後ろ。自分でちゃんとノートを取りや。っていう話と繋がらないですね。で、選択肢の D は、私はいつもあなたのためにノートを取ります。まあ、秘書ですかっちゅう話ですね。となってくると選択肢の A。それを習慣にしちゃいけませんよ。つまり空襲の右は、あなたのノートに頼る。それをいつも習慣にしちゃダメですよ。 で、空手の右側、自分でノートを取れるようにしなくちゃいけないよね。ということで、うまいこと繋がってきますので、正解は A ということでよろしいかと思います。それでは最後は空手5番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。そこで空手の左側、ありがとうって言ってますよね。で、そうすると選択肢の A、理由は分かってます。まあ、何の理由ですかってなっちゃいますよね。で、選択肢の B、あなたは覚えておくことはできます。 まあ、お前が言うなっちゅう話ですね。で選択肢の C をすっとばして選択肢の D アプ l y 何かに申し込むのかとなってくると選択肢の C ですよね。感謝申し上げます。まあ、確かに空襲の左側ありがとうというふうに言ってるわけです。金目さん心より御礼申し上げます。うまいことつながりますよね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。